これスポスポなんてやつだっけ。1200V です。で何ノーマルで買ったんだっけ。ノーマルです。純正です。フルドノーマル。それはどこで買ったの。昭島のハレーで。マジか。ディーラー。ディーラー。ディーラーであるこれ。ディーラーです。え、もうこれ今ディーラー乗ってくとどういう顔するの。これディーラー乗ってくとすごいなんか渋い笑顔で。いいせいい車じゃん。え、新車っす。新車、はい、新車っす。2013年モデルっす。すげえ新車だったんだ。そうなんですよ。こいつ72っていうモデルが、うん、その48と同じ、うん、なんていうカテゴリーで出てて、いわゆるスポーツスターでこうなんつうんだ、48ボバースタイルじゃないですか。72はチョッパースタイルの、その当時の新車のカスタムで出しますよっていうスタイルで出てて、でもこいつは結局同じ値段の価格帯で、しかもそのスタイルがチョッパーとボバーで、でも48の方がめちゃくちゃ人気だったから、こいつ5年ぐらいしか生産されなかったんですよ。へ、それ人気ないから。そうっすマジかよ。人気ないっていうかね、多分同じカテゴリーで作って、48がバカ売れしてるせいで、こいつも別に多分出す必要ないんだなっていう感じになっちゃったんじゃないですかねこれ新車だったんだ。新車っすね、はい、面影がもうないよねゼロゼロだよな。一番最初にやったのはな、何どこ、これカスタムっす。うん、一番最初にやったらマフラーっすね。へえ、これか。実はこれが 4X でやったマフラーっす。外装ノーマルでマフラーやったの。外装ノーマルでマフラーやりました、うん、マフラーとシシバーをやりました。あ、これ目指すところはどういうチョッパーだったんですかね。いや、これはもう目指すところは、うん、本当に、うん、セブンティーズの B 級チョッパー、B 級のあの西海岸を半袖半ズボンで走るチョッパー。はい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 、はい、分かりますかね。分かる分かる、そういう感じの、うんうんうん、まあその辺がこのタンクのねハイマウントで、そうですね、このちょっと給油口飛び出てるみたいな、はい、フロントフォークはヴィンテージ。いや、フロントフォークは実はこれは、うん、新品っす。あ、そうなの。新品っす、はい、ホイールだけが、ホイールだけヴィンテージホイールの、うん、すっげえ状態良かったインベーダーの19インチっす。はい、これ19インチなの。19インチっす車体がでかすぎてもうもはやサイズ感がよくわかんねえマジかよ。19インチです。19インチでこれが新品なんだ。はい、乗った感じは、俺ロングホークって乗ったことないんだけど、はい、どういうパターンっていく。パターンって意外といかないっすよ。おー、はい、これ新品ってのはどっかが作ってるって。そうです、これガーダーフォークを、うん、その埼玉の方にあるカスタムショップで、うん、そこのオーナーのチョッパーが好きで、うん、ガーダーフォークを自分たちで製作しようっていうなんかプロジェクトがあったみたいで、それで10本だけ作ったやつなんですよ。へえ、レア。それをこのスポスタにぶっ込むっていう意気込みがねなかなかだよね。でもうちのお客さんでもさ、はい、折れた人いるから、古いやつ。そうですよね、うん、ヴィンテージのフレームとかさ、はい、フロントフォークやっぱ折れるんだよね。ガーダーフォークって結構なんだろう、こうカスタムショップがたまに作ってたりするんですけど、うん、全部あそこのバネが樽じゃなくて、うん、現茶のリアサスとかなんですよ。あ、これ全部樽バネで、うん、ガチでちゃんとショック吸収できるように作ってあるんですけど、うんうん、見た目だけ求めてるところのショップって全部ここジャズのリアサスとか入ってるんですよお手頃だね。そうなんですよ。でもめっちゃかっこいいんですけど、うん、やっぱこうなんていうんだろう、フロントのサスペンションとしてはあんまり、ああ、そりゃそうだよな、ジャズさんもな、車重だってね全然違うしね。これヘッドライトはヴィンテージですか。いや、ヘッドライトはこれヴィンテージ見えるじゃないですか。見える。これメルカリで2個1万ですやばくないですか。ステイはステイはワンオフです。
ステイはワンオフ。ステイはワンオフで、うん、ヘッドライトはメルカリで2個1万っす。やっぱさ、付け方だよね。そうですね。この辺はね。で、あの、金出しで全部メッキ落として磨きました。ああ、なるほどね、はい。このヘッドとかも全部俺が金出しで磨きました。本当は、新車だった。そうそう。本当は、あの、本当に新車のビカビカのクロームだったんですよ。うんうんうん。ああ、あのクロームね。そうです、そうです。はいはいはい。で、絶対やれないじゃないですか。ああ、そうだね。で、俺それがすげえ嫌で、2年前ぐらいに、あの、研磨剤入りの金沢市が、で、3時間ぐらい磨いて、新車を。まあ俺もさ、初めて乗ったビートルは納車したその日のうちに缶スプレーで塗ったタッチだったから分からんでもない黒い綺麗なボディをツヤなしブラックでいきなり塗って、はい、マットブラックにしたんですか。で塗装中におかんが帰ってきて、はい、うちの子気狂ったって思ったっぽい。そうやな、そりゃな。でもなんかこう、どうしてもなんつうんだ、新車のスポカってどこまでこうやれた感を出せるかみたいなのをやりたくなって。いや確かにそのコンセプトはもう十分すぎるぐらいで、はい、あれだね、できてるね。マフラーはこれどっから作ってんの、はい、マフラーは、はい、実はスリップオンです、うん、おここまでは普通にフルノーマルで、うん、でスリップオンです。あ、はい、でフレームは無加工なんだよね。フレーム無加工っすね。恐ろしいな。フレーム無加工、まあ、フレーム無加工だからこそあれかもね、この B 級感かもね。そうですね。もしかしたらね、綺麗にまとめすぎちゃうと多分こうなんないよね。なんか結構あの、まあ、一番こう最新のスポのフレームなんで、うんうんうん、長いじゃないですか、うん、だから基本フレーム加工する人ってここストラット切るんですよ。ああそうだね、ここ切るね。そうすると2人乗りできないじゃないですか俺結構そういうの現実的なんで。まあでもさっきもちゃんと乗れたもんね。そうなんです、ね、普通に2人乗りをしないと意味ねえなと思って。なるほどね。ストラットを切らずに作ってます、うん、でもこのシートの薄さでも乗れたもんな。そうですね、割と。でそのストラットを切らない分やっぱフレームが長くなっちゃうんで、うんうん、フロントフォークもやっぱある程度長いのにしないとバランスが取れないんですよ、うん、うんうん、あ、なるほどね、はい、それでこう伸ばしてバランスを取るという。そうなんです、はい、これオイルタンクはワンオフだっけ。はい、あのケンタさんところのエキセントリックモーターサイクルの、うん、はいはいはい。これはオイルのみ、中に何か仕込んである。いや特に何も仕込んでない。タンクのみで、この辺とかね。それね、実はね、うん、本当はもっと綺麗だったのに俺が塗装剥がしたんでまあその辺も70年代だ70年のバイクだからこれ、はい、いやもうこうまじまじこう舐めるように撮るとさ、はい、やっぱ来てるよね。来てますね。来てるよね。なんかこのチョッパーを、うん、作り出して、もろもろの一番最初の出だしはこのコブラシートだと思うんですよ、俺。おー、ここも普通にテレスコのフォークだし、タンクもノーマルだったし、で、オイルタンクもスポタンだった時にリョウジさんが来てるんで。そうだね、そうだったね。そうなんです、そうなんです。なんか、こんな悪かったかなと思ってさ、今日君ってさ俺の思ってる水の子とちょっと違うなって思ったんだよねこんな極悪チョッパーだったかなと思ってそうか、あれからさらに進化というかしてるわけだね。フッサでこのシートを作ってもらったのが割と起点になって。なるほどな。ハンドルはシックスベント、はい、別にヴィンテージじゃなく、これ実は普通の既製品です。あ、まあ、でももう売ってないっす。あ、そうなんだ。そうなんです。なんかシックスベントで昔多分流行ってあったじゃないですか、シックスベントのハンドルって。そ、ね、で、それで事故るやつがいっぱいいたみたいでもう生産されなくなったらしいんですよ。で、なんかそれの新品で売ってるラスト1個を見つけて、まあなんかシックスベントの正しい使い方だよね。そうですね。このなんだろう、なんとも言えないこのワカメフレームスがね。そうですね、これは時代を感じるよな。でもこれもあれなんですよ、俺この色が好きで、うん、まあ昔のガレージビルドっぽいフレームスにしてくださいって言って、うん、それだけのイメージです。おー、
はい、まあ、あの人こういうの得意だからなこういうの組むの得意だから。そうで実は左右のフレームスのこう伸びっていうかこう分かれ目が違うみたいな、うん、あ非対称ね。俺も昔さ友達に言ったことあるもん、あの、はい、シャークティース入れたいって言ってるやつがいてでも上手い人に書かせると、はい、あのうまく書いちゃうからって言ってて、だからお前あの幼稚園児連れてこいっつって。やっぱそういう方がいいんすね。そう幼稚園児に書き殴らせた方が絶対かっこいいぞっつって、はい、そういう方がさ多分無邪気なシャークティースになってさ、ね、本物っぽいと思うんだよね、うん、なんかこの下手馬感というか、うん、なかなか結構プロがやると難しいみたいで、そうそうそう、綺麗、うん、になっちゃうから。いやあの歌手とかもそうよ、上手い人ほど下手くそに歌えなかったりするからさ、あだから下手に歌える人本当に上手い人っていう松田聖子論ですよ。聖子デビュー当時下手くそに歌ってたらしいからね。あそうなんすか。はい、プロデューサーが下手くそに歌わせてたらしい。上手すぎてみんな弾いちゃうから。確かにめっちゃ上手いっすもんねだからアイドル感を出すためにわざと下手くそに歌わせるっていう。いやでもメカメカしいな、近くで見るとな。ゆうさんここ一個、はい、面白いこと言っていいですか。いいよ。こうガーターにしたじゃないですか、うん、でフロントインベーダー入れたじゃないですか、うんうん、俺どうしてもこのまま車検通らしたかったんですよ、うん、あそこディスクついてるじゃないですか、うんうん、ついてるね。あのブレーキ、うん、ディオスやばくない。つくんだね、つくんだねっつうかつけたっつうかマジかよ。なんかちっちゃいのついてんなと思ったんだよな。ブレーキレスだと一番かっこいいんですけど、車検通んないし、まあね、フォークまたつけなきゃいけないから。そうだよね。止まるちゃんと止まります一応ここもメッキかけたから全然止まんなかったんですけど向けてきたら滑って止まらないそうか、じゃあ一応安全にも考慮してね。そうですね、はい。しかしまあすげえな、恐ろしい。みんないろいろやってんだな。これ一番金かかったとこどこ。え一番金かかったとこ、うん、カスタムでやっぱフォークじゃないですか。やっぱフォーク、はい、やっぱフォークだよな。フォークめっちゃ高かったっすよでも中古で買ってやられるよりはいいかなっていう、うん、まあまあそうだよね、はい、中古でヴィンテージとか下手にね高額で買って走らない折れる、はい、なっちゃったらね。でも新車で買ってカスタム費用も考えたらあんま考えたくない金額がかかってる。いや考えたくないですよまあ考えちゃダメだけど、普通に普通にショベルのフルカスタムぐらいは言ってんじゃないですかね多分でもエンジントラブルとかないっしょ。全くないです。そうだ、そこがいいとこだよね、この辺の年式のね。しかもコンピューターだから、うんうん、あの普通にバッテリーさえ上がってなければ、うん、エンジンかけて速攻走り出して、うんうん、適当にちょろっと走れば暖気になって。そうだな、まあなんかちょっとでかいバイクだけど原付感あるっていうか ね、足になるね。なるほど。本当エンジンはヘッドのガスケット変えたぐらいですよ。ああ、はい、もうこれ何万キロぐらい乗ったの。あでも3万ちょいぐらいです。3万4万弱ぐらい。まあじゃあもう本当日々の足って感じだね。はい日々の足たまにこれで通勤します。これが日々の足極悪すぎるだろこれ日々の足とか言って今後のカスタム予定はありますか。これ今後、うん、全くエッグタンク作りたくて。あハイマウントでエッグタンク。そうです、はい、だから切ってますね。そうですね、まあ、その時は色とかも変えて、はい、ちょっと色変えて、うん、エッグタンクを作りたいんですけど、うん、インジェクションなんで、あエッグタンクを作るのがすごいむずいんですよ。あっちの左側に、うん、真裏からこう裏からインジェクション用 の、うんうんうん、あの四角いボルトをはめなきゃいけないんですけど、うん、なるほどね。それをはめることによって、うん、エッグタンクの綺麗なここに四角がついちゃうんですよ。ああそれはないわ。そうなんですよだからそれをどうやってか作れないかなと思って。はい、そうね、でかくなっちゃうのもあれだしね。そうなんですよね。ああよくやったね。しかし、ね、え所有して何年だ。所有して2013に買ってるんで、ま、今年の夏で丸7年です。ああ
変貌を重ね重ね、そうですね。なかなかいないよ、スポスターでここまでやってる人。いやもうやるしかなかったんですよ。もともとこういう風にするつもりだったの？するつもりでした。あ、じゃあもうあれだね、はい、迷うことなく、チョッパー以外のカスタムは俺の頭の中で想像できないんで。もう、まあ、水野くんの中で言えばチョッパーといえばもうこのスタイルみたいな。そうですね。なるほどな、筋金入りですね。そうか、バイブスの宣伝もしようよ。月の、はい、バイブス来月かな、撮影来ていただけることになったんで。やったね。じゃあそんな感じで今後もチョッパー乗り続けます。フォーエバーチョッパー。そうですね。